久保、全盛期香川に全く届いていない？ドルトムント時代の香川のヤバさを知ってるから、久保のプレイ見ても物足りなさがすごい。ドルトムント、最後のリーグ優勝が香川在籍時。マンユナイテッド、最後のリーグ優勝が香川在籍時、すごい。香川がいた時のドルトムント派の時代のトップ3に入るくらい強かったからな。そこでレギュラーってやっぱすごかったんだわ。香川って今考えると周りが強すぎただろ。周りがすごい中で活躍することの難しさ、ハビジャレアルとかレアルでダメだった久保が一番わかってるだろ。香川も超すごいメンツのマンユーの中では主役になれなかっただろ。中田と香川と久保なら誰が一番なん？選手としての力量派香川。時代背景考えたら一番すごいことやってたのが中田じゃないの。久保ってまだ若いけど伸びしろあるか？環境変えた方が良さそう。